します。おーい。はい、マイクあげます。はい、おはようございます。10時の鐘が鳴りました。坊主カフェのお時間です。はい、この時間坊主カフェと申しましてですね、仏教や、お寺、沖縄の習慣やしきたりなどなどについてお話をさせていただく1時間の番組となっておりますが、なんと今日はですね、坊主カフェ、通算100回記念ということで、今日はねもう1時間、いろいろとトークをもう繰り広げていこうということでですね思っております。ということでまずは皆さん100回ありがとうございます。はい、もう勝手に、もう喜んでおりますが、はい、もうですね、調べましたら、2016年の9月6日が、記念すべき第1回の放送ということで、もうそれからですねもう約2年はい、いろいろ、ありましたが、どうにか今日まで100までこぎつけることができました。もう本当にですね、もうこれはもう何をもう各層 FM 技能のね、T さんこと田辺さんがね、なんかこうきょどきょどしながらお寺に来た日を今でも覚えておりますが、何の勧誘かと思ったんですがね、はい、まさかこう番組をやるなんてもうびっくりしましたが、本当に T 様のおかげでございます。もう T 様仏様ということで、はい、今日から崇めたいと思っております。はい、ということでですね、今日はね100回記念ということで、特別ゲストをお招きして、もう今日はねこのお方といろいろとお話をさせていただいて思っていただきたいと思っております。じゃあ、自己紹介をお願いいたします。はい、皆様おはようございます。そして100回おめでとうございます。ありがとうございます。さん、はい、FM ギナーの山内です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ということでですね、今日はなんと、FM ギナーのね、もうなんていうんですかね、もう大社長 CEO そうですね、 CEO の、はい、山内様をねお迎えいたしまして、はい、ありがとうございます、はい、なんかね、いつもはこうね、どちらかというとスタッフさんのようなね、そうですね、はい、形ですが、今日は、ゲストということで、はい、もうねあんまりゲストで呼ばれないのでよかった、ちょっとね恥ずかしいですけど、はい、あ、いえいえ、はい、もうね、はい、もう今日はね山内さんとねいろいろとこのもうラジオについていろいろとお話をさせていただこうと思っております。はい、ということでですね、まあこの番組坊主カフェでは、皆様からの、コメント意見感想などなどお待ちしております。はい、FM ギノワンのホームページにアクセスをしていただきましてですね、コメントを送っていただくこともできます。またね、メールなどでもいただけます。メールのアドレスが797@fmginowan.com ですね、797@fmginowan.com となっております。はい、またね、ユーストリームの配信なども行っておりますのでね、ぜひラジオ以外でもいろいろとお楽しみいただけます。ぜひぜひ皆さん今日はね1時間聞いてください。はい、あ、そうだ、あとねスタッフさん、今日ちょっと、男野郎3人なんですけど、3人目のスタッフさん、はい、自己紹介も、はい、はい、FM ギノワの中本です。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。今日はねなんと、涼慶と山内さんとそして優也くんと、野郎3人という、はい、坊主トークです。坊主トークで、はい、お送りしたいと思っております。はい、ということですね、早速ですけれどね、まあ、このねもう坊主カフェ今回本当に100回ということで、うん、もうね約2年こう続けさせていただいて、まずですね山内さん、はい、この坊主カフェなんですけど、はい、はい、まあ、ここで聞くのもなんですが、はい、なぜ私にという、やっぱりまずは仏教というかお坊さんを入れたいなと思ってたんですよ、はい、番組、あ、はい、というのもお坊さんと話してたらとっても面白かったんですね。首里の万松院の、あ、万松院さん、あ、はいはい、あ、そっかそっか、お知り合い、そうそうそう、で面白かって、はい、で探してるんですよって話したら、はい、涼慶さんの話も出てきたし、そうなんですか、そうそうそう、それで、あ、やっぱり若くてそういう方がいるんだなっていうことで、はい、話したらゆきちゃんとかもさっきね話した、はい、面白い人いますよって言って、じゃあゆきちゃんもどうにかやってきて
そうそうそう、それでですね、あ、そうなんですね、はい、やっぱりお坊さんの話って、はい、なんていうんですかね、この他の宗教って自分の宗教に入りなさいじゃないですか、はい、ああ、はいはい、キリストもそうだし、はいはい、イスラムとかもね、そうなんですけど、でもこの仏教ってこんなやってやったら幸せになりますよみたいな、はい、一般論が結構多いというか、はいはい、一般的に言ってこんな人になった方がいいよみたいな、はい、押し付けがましくもないかったので、はい、でじゃあ習慣とかに結構うるさいのかなと思ったらそうでもなくて、はい、まあ晩鐘院さんもそうなんですけど、はい、こう気持ちですからみたいな、はいはい、お盆とかもあまあまあ気持ちですから、はい、どうぞ好きなようにみたいな、はい、そういった、だからこの話の広がりとかもあるはずなっていうことで入れたかったんですね、はい、あ、そうなんですね、はい、いや実は初耳でしたね。あ、そうでしたっけ、はい、あんまりねこうやってじっくりね、うん、確かに、ね、なんで私ですかとか ね、うん、ねこうゆっくりこう聞きすることなかったんで、今初めて、はい、そうそう、で、スタート、なんていうの、打ち合わせ、番組の打ち合わせとかでまず坊主カフェってやるとか、はい、その、はい、いろいろタイトルのこの坊主カフェとかあるじゃないですか、はいはい、ああいうのを、まあ、ゆきちゃんから話聞いて、はい、あ、やっぱ面白いなと思って、あ、ありがとうございます、そうそう、だから両家さんよかったなと思ってですね、 ありがとうございます、そんな感じですよ本当に。あ、なるほどなるほど、うん、そうだったんですね、はい、なんか、はい、ありがとうございます、こちらこそお声かけていただいて、ファンキーなんですよねいや誰がですか、両家さん、いやいやいや、私めちゃめちゃあれですよ、こう、あの、外さないように、外さないようにそうなんですか、はい、あの、結構ね苦い経験がたくさんあって、ああ、はい、ありそうですねもう過去にね、もうマイク一回止めないといけないぐらいね、うん、もう怒られたこともありますから、はい、だって冒険いろいろしますもんね、イベントとかもやってるし、うんうん、あ、でもねあれですよ、まあそうですね、冒険とも取れるんですけど、うんうんうん、なんていうんですかね、例えば、うん、ほら今お寺でいろんなイベントとか、はいはいはい、このやさせてもらってますけど、うん、あのほらもともと祭りっていう、はいはいはい、こと、うん、祭り、祭りごと、祭りって、はい、今はこう祭だけど、うんうんうん、本当はあのなんて神様を祭るっていう、はいはい、示す辺に己って、うんうんうん、あっちが本当の祭りって、はいはいはい、要はね、祭りっていうのはその、うん、神様、はいはいはい、仏様をこう敬うとか、うん、それがあのだんだんこのフェスティバルみたいな、なんか賑やかな方になってってるんで、はいはいはい、だからお寺で祭りとかイベントをやるっていうのは、うん、まあ本当のなんていうんですかね、なわけですよ。で、あと、そうですか、うん、あと、あの、私今カルチャースクールで先生をしてるんですけど、はい、何ですか、この仏教についてとか、すごいな、はい、なんかうちのあのこの崇高のしきたりとか、はい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 、はい、でもそういうのも例えば昔は寺子屋ってあったじゃないですか、うんうん、ああ寺で、そうそう、はいはいはい、昔は寺があの学校内から、うんうんうん、お寺の坊さんが地元の子供とか、ね、うん、集めてこの勉強、あの、読み書き教えたり、うんうんうん、ね、そういうのもあったんで、うんうん、要は昔はお寺って、はい、なんか今よりももっとたくさん機能があったと思うんですよ、うんうん、今の公民館みたいな役割をやってたかもしれないですね。で、それなんかじゃあ、うん、地元で何か、なんかイベントしたいとか、うんうん、何か人に披露したいって言った時、うんうん、今だったらね公民館とか市民会館ありますけど、はいはい、昔ないですから、うん、昔じゃあどこねって言ったら、やっぱお寺の境内、神社の、庭 でそれがね今市民会館がある、はい、公民館があるから、うんうん、まあ、わざわざお寺を使わないでいいというか、うんうん、そんなんでね、こう、まあ、お寺っていうと、もう今はあのお葬式するところ、うんうん、あと法事するところぐらいな感じで、うん、そうですね、うん、でも本当はね、実は本当もう100年200年、うん、もっと本当500年とか前だと、はい、もう寺とか神社っていうのはもういろんな機能、多機能施設だったんですよ。じゃあもっと身近だったんですね。そうそうそう、うん、それなんで、あの、今ねうち神宮寺祭りってね毎年させてもらってますけど、あの神宮寺祭りのタイトルは、あの、お寺を身近に、あ、いいですね、やっぱね、お寺がこれ投資で、そうですね、もうずっと第1回からそれを、あの、もうこうキーワードというか、はい、やっぱりね、それで、あのね、いろんなね、この稚児行列とか、あの、写経のこの体験会とか座禅とかさせてもらってますけど、そうそう、座禅もねやってますよね。はい、ああいうのって、うん、なんていうんですかね、もともとお寺にあるわけじゃないですか、うんうんうん、座禅にしても何にしても、うんうん、でそれを
このなんかこう勉強というか、はい、いやこれは修行ですからって言って、うん、難しくもちろんすることもできるんですけど、うんまあ、ちょっとこうお祭りの中で、うんすることで、うん、まあ入りやすいし、とりあえず体験なので、うん、本当とりあえずじゃあちょっと座ってみて、とりあえずちょっとじゃあ筆持って書いてみましょうかって入り口を低くしないと、はいはい、やっぱ今の人ね、うん、なんかこう難しくこう真面目な人多いので、そうなんですよ。なので、うん、ちょっとこうそれはこっちがね敷居を、うん、低くするように、うん、そんなのもあってね。でそうやってやってみると、うん、お寺ってなんかすごいコンテンツもいっぱい持ってる、うんっていうことに気がついて、うん、本当にお祭り、ね、朝からもう夕方、うん、夜ぐらいまでさせてもらってますけども、うん、毎年削ってますからね。もう他にもたくさんやりたいこととか一緒になって手伝いたいとかいう人もいるんですけど、うん、やっぱりもうそうするともう1日足りないので、うんはいはいはい、でもごめんなさいって言ってこう断ったり、うん、もう今回はもうこれとこれでいこうって言って、うんうんうん、やっぱりこうねははなんていうのあぶれてしまう、うん、方とか、うんうん、内容もたくさんあるんですよ、はい、でもやっぱりそれで全部もうお寺に関わってたりとかこう仏教にすごい縁があるとか、うん、そうするとねもうめっちゃ仏教ってこう本当コンテンツ豊富だし、うん、でどれもこれもがある意味逆にお寺じゃないとできない、はいはいはい、多分まあ、今回ねちょっと残念ながら中止になりましたけど、うん、羽衣祭りで座禅しましょうって言われても羽衣祭りで座禅みたいな確かにねちょっと違和感がある違和感ありますよねそうそう、うん、でもお寺の祭りで座禅ったら、うんまあ、逆にね、うんうん、そうやりたいってね そこでしょうみたいな、うんうん、そういうのもあってねお寺をね仏教をねこう身近に感じていただくっていうのは、うんうん、結構やってみると、はい、簡単というかもともと結局あったから、うんうん、そうだから私冒険してるっていうよりは要は元に戻したいなとただ他はやらないじゃないですかそうですねほとんど、はい、僕初めてですよなんだっけカチンバみたいな、はい、このファンキーなミュージシャンが一、はい、日フェスをあっちでやったじゃないですか、はい、ありましたねだからねそういうの見ててでもねやっぱりこの雰囲気がとっても合ってたしあ本当ですかはいすごく良かったんですよあと割とコンパクトじゃないですか、はい、コンパクト感も良かったしうん気軽に楽しめたっていうああ、うん、でもほら音楽は一流だしみたいな、はいはい、だから良かったんですよね、うんうんうん、で話聞いたらいろいろ他の人からも聞いたんですけど、はい、前からやってるよみたいなそうですね両慶さんとこで、はい音楽のこのイベントはい、いろんな形で、うんだからそれ聞いてあやっぱいいなすごいなと思って面白いなと、うんうんうん、だからそういった形でもやっぱり僕は坊主カフェ良かったなと思ってるんですよ ありがとうございます多分あんまりね知る機会もなかったと思うんで、はいまあ、通り会に一緒に入ってるの で、 そうです、ね、何かしら接触はあるにせよ、はいまあ、ちょっとここまでこうちゃんと話しできてなかったなと思ってそれは嬉しかったですねあなるほど、はい、ありがとうございますはいはいもうね本当ですよね、うん、通り会でこうやってでしかも知り合ったらね実は同い年だったとかねそういろいろ共通点が、びっくりしましたよそう同級生のつながりもありましたねそうですそうですそうですアホアですけどはいまあねそんなことで、ね、実は同級生だったこう山内さんと、私でありますがね、はい、まだまだね、後半も続いていきますが、はい、ちょっとここで、曲をじゃあ1曲あ、はい、山内さんセレクトで、はい僕最近もうハマってる平沢進っていう人のですね、はい、なんだっけなんだっけパレードパレードパレード聞いてください、はい、民族風にやるか、ディープフォレストのパシフィックっていう、ディープフォレスト、懐かしいんだよね。ライブラリーにある。
の曲もすごい民族っぽい。そうそうそう、結構こんな感じが好きだ。こんなのにこう、ロケさんのあのお盆ラップ入れたお経ラップかっこいいね。でも民族っぽいのは確かにあの入りやすいですよね、うん、でもそんなのやったら怒られるんですか。もう大丈夫大丈夫ですもうっていうか、はい、さすがにやっと今も先輩とかも認めてくれたと、もうほっといてくれるようになってきました。やっぱりあれじゃないですか、やり続けて人が集まってっていうのをどんどん継続して行ってこそですよね。これ途中でなんかやめてしまったり、うん、だったらなんか中途半端やろうね。ただそんなもんか。そうそう、消えていくみたいな。でもちゃんとだからなんかこう沖縄県の仏教会と県の組織あるんですけど、万松院さんとかも入ってるんで、はいはい、そう、そこでやっぱ自分ちゃんとちょっと。20代、30代の時は、うん、もう面倒くさそうなやつを超入れますって言ってだから役職とかもそれも係いやみんなもう面倒くさいからやったからないじゃないですか、うん、じゃあ自分やりますよ、うん、ファンキーなのやるかけどやっぱそういうのもやってたから、はいはいはい、分かるわ、なんかお前目立とうかみたいな楽しいのできるのかみたいなったらやっぱりね、そうですよ、面倒くさい、あんま才能もやってからあこんなのもちゃんと近所やるんだねみたいな。そこうちもそうです、自由にやる代わりに、でも地域のこともちゃんとやる、福島そうじゃないと楽しそうなだけ、美味しそうなだけやりたいやっかみとかありますよね、きっと誰かに特にでも仏教はありそうだけど、あちょっと閉鎖的ですかね、うん、なんで閉鎖的になったんですかね。前はだから開かれたんでたんでしょ、うんうん、もったいないな。やっぱりあれですよ、あれとも権力というか利害が結構絡むようになる。あでも沖縄はないですけど、やっぱり県外の方に行くと、うん、寺さんってすごい羽振りがいい、うん、から、ね、やっぱそれはみんな貯めたじゃないですか、自分で、うん、やっぱそうなんだ。そうするとあんまり外にね、やっぱり情報とか変に漏れないように。稼いでないんですか、うん、この寺さんは沖縄のとりあえずうちはカツカツこれモンゴルのあの人たちにもちょっと似てますよ、あの時歌ってた。うん、そうか、本当民族っぽい、ね、あの、だからモンゴルの人たちとってもいいなと思って、うん、カチンバすごいっすよ。すごいっすね、なぜそんなにいろんな国に、うん、出張でそしてみんな来ちゃうからすごい、うん。ヨーケイさん、ジングルどうしますか。あ、もうつぶやきで。つぶやきで、うん、そう。そうだったね。了解です。カチンバも早く終わったのかなと思ってますけど。忙しいからね。ねえ。昨日まで、一昨日か、韓国行ってましたし。今もなく曲終わります。はい。じゃあちょっとこの後は、その FM ギノワンのお話を。はい、はい。はい、はい、ということで今日はね、祝100回坊主カフェということで、スペシャルゲストに FM ギノワン CEO のね山内さんをお招きしておりますが、恥ずかしい、はい、よろしくお願いします。あの
あのですね、はい、FM 宜野湾、はい、さん自体は、はい、もう開局して今どれぐらいになるんでしたっけ。ですね、今度の10月で3年ですね、丸3年。おじゃあもう2015、はい、から10月、10月からですね。そうですか、そうですか。だから1年ぐらい経って亮慶さんに声かけたっていう感じですね。はい、そうですよね、はいはい、ありましたね。もうそもそもこの、うん、山内さんは、はい、宜野湾の出身でした。僕宜野湾じゃないんですけど、あのもともと映像会社をやっていて、はい、実は前は勤めてて、はい、それが宜野湾にあったんですよ。あで宜野湾とはこう、あっち何年さ、5年ぐらいいたかな、うん、で馴染みがあったっていうのはありますね。うん、知り合いも多いですし。なるほど、はい、ほうほうほう。それでこう FM 宜野湾をじゃあちょっと立ち上げようかとなったんです。ですね、まず小座 FM 小座っていうのをまずやっていて、うん、はい、でそこが結構経営難だったんですね。あ、経営難だったんですか。はい、あのみんな株式会社でやってるから、はい、やっぱりどうしてもこの細っていってみたいな、はい、ただやっぱりそのそこであの、まあ、知り合い、共通の知り合いに呼ばれてやったら、はい、まあ、割とうまくいったんですよ。うん、で黒字になって、お、そうしたらやっぱりこの、まあ、モデルというか、はい、がはどうにか儲けはしないんですけど、はい、まあ、安定してやってはいけるねってなって、うんうん、それでじゃあこの宜野湾、うんうん、なかったんで。そうですよね、うん、でやっぱ小里も近いし、うん、どうにかねこの何て言うんですかね、チューブっていうこのあれでやれたらなっていう。なるほど、はい、のもありつつ、沖縄市とか宜野湾市じゃなくて、じゃなくて、まあ、つなげられたら面白いですし、まあ、宜野湾もなかったしっていうのでやっぱり目はつけてたんですね。うん、はい、そうですよね、結構ね、読谷とかね、うん、みんなあるのに宜野湾なかったですもんね。そうそうそう、なかったんですよ。うん、私そう FM 宜野湾さんできるまで、うん、結構あの読谷の、はい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 、FM 読谷の方に行って告知とか、うんうんうん、あの宣伝で、はい、あのちょっとゲストで呼んでくださいってやってましたもんね。そうそう、本当5年5、6年ぐらい前か。あ、そうだからもう FM 宜野湾さんができて、おついに宜野湾にもできたって。そうなんですよ、すごい嬉しかったですもんね。はい、皆さん喜んでいただいたんですけどね。うん、なるほど、そうか。 FM 小座さんは、はい、あそこは何年ぐらいもなられるんですか。あっち長いですよ、もう13、14年で。チャンプラっていうのが、はいはい、聞いたことあります、はい、FM チャンプラって。あれが一番目のコミュニティなんですよ、タマンと同じぐらいで。でそこがもうまた経営難になって、 FM 小座になって代表者変わって、そっからチャンプラー合わせるともう17年とか18年とかそれぐらいやってますね。はい、もうじゃあもう宮島真一さんなんてもう本当に初期の頃ぐらい、うん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 、そうそう、 FM 小座チャンプラー時代はないんじゃないかな、小座になってすぐぐらいから関わってるって言ってましたよ。あ、うん、そうなんだ。もうそうそうそう、宮島さんももう本当どれですか、私 もう十数年の付き合いですけど、うん、そうもうずっとね FM 講座でずっと活動というかね、そうずっとね朝4時間に一人で喋ってました毎日。あでもあの人本当ねすごいんですよ。すごいですよね、もうね回転も何回いつ会っても、うん、もう必ずもうなんかもういっぱいネタ持ってて、うん、もういろんなおしゃべりして、うん、あもうごめん帰らないとみたいな俺も予定やるみたいなもうまた今度ゆっくりっつって、うん、そうすごいね、なかなかゆっくりできないんですもんね、うん、まあそうか、もうなるほどね、 FM 小座さん、そして FM 宜野湾、はい、なるほど、そうですよね。確かになんかもう小座でね、せっかくこれだけいろんなノウハウとかネットワークを作ってね、うんうんうん、そこでだけっていうのももったいないですもんね。そうなんですよね、うん、で本当にあの今おっしゃったネットワークって人とのつながりがとっても増えたんですよ、はい、でとってもこの職種って面白いなと思って、うーん、やっぱ面白くないとなかなかできないので、はいはい、それでもっと広げたいって思うじゃないですか、はい、ネットワークも、うん、はい、まあ、そういうのもありますね本当に、はい、だから宜野湾作ってやっぱりまた広がりましたし、はい、ね、この辺亮慶さんとか、そうですもんね、うん、通り会の会長とかとも、うん、
こっちやらないとなかなか知り合えないような感じかなとかって思うので、はい、よかったなと。そうかね、私ねあれなんですよ、沖縄って、うん、あのいい狭さと思うんですよ、はい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 、広すぎず、うんうん、狭すぎず本当に、うん、あの本当に人もあの結構みんな、ね、人懐っこい人多いし、うん、あのね、結構こうやっぱりでもやっぱりこう島の人だからみんな恥ずかしがりやから、なんかこうきっかけがあるまでは、うん、なんかちょっとよ、まあ、よそよそしいっていうかあれなんですけど、うんうん、やっぱりね一回その殻を飛び越えると、そうみんなめっちゃ面白いんですよ。面白いんですよね。でみんな結構いろんなのスキルというか持ってるんですよね。なんかこうネタ持ってたりスキル持ってたり、え、あなた こんな面白い人だったのみたいな。だからやっぱこういう集まりとかで、はい、参加して飲むじゃないですか、はい、そしたらやっぱり仲良くなっていくので、はい、やっぱねそういうのは大事だなと思いますね。ですよね、絶対そうですよね、うん、なるほどなるほど。もうじゃあそうやってねもうこう3年、もうこう3歳の FM ギノワン、あ、そうだもう3歳になるのですね、はい、もう10月からもうすぐもう9月ですからね、はい、もうあと数日でもうそして本当にもう10月になって、うん、本当ね3歳もうそしたら4歳になっていくわけです。もうそのうちね、はい、こうさもうそしたらあれですね、このあれですもういつかねこう私たちがね、まあ、今まで40代ですけど、うん、60とか70になってねえ FM ギノワンがもうね30歳とかなって、ああもうはいもう最高です ねいいですね、はい、もう続けますけどねもう1でもそうですね、はい、もう本当に今最近でもないんですけどようやく覚悟ができてですね、はい、どんだけやっても続けるぞとなるほど、はい、何があってももう続けるっていうあれは決めたので、あ、はい、いいですね。なるほど、多分やり終わるんですよね、うんうんうん、あ、そうなんですね、はい、なるほど。まあね、そんなねやりをねでももう一人でもって言いましたけど、うん、ほら結構 FM ギノワンのスタッフ、はいはいはい、みんなこう個性キャラ、そうなんです、満載じゃないですか。満載ですね、こうね私もねもういろんな、ね、スタッフさんこのお付き合いさせてもらってますけど、うん、本当はねあのみんなまあこう言葉悪いですけど、うん、変態ですよね。変態です ねまさに本当 いい変態、いい変、いいかな、変態がいいのか悪いのか分かんないですけど、いくない変態どうですか良健さんとこ の、はい、その働いてる方は、はい、やっぱりこんな感じではないんですか。変態あんまり、あ、いやうちもまあまあいます、もうみんな変態ですよ、出してる、はい、あ、いいですね。なんか交流したいですね、じゃあね。あ、いいですね、変態交流会したいですねもうそれ多分こう最後の方なんか大変なことになります本当ですよねなるほど、はい、じゃあだからなんでこんな変わった人たちが来るかなっていうぐらい、うん、これはスタッフさん、山内さんが見つけてくるんですか。いや一応ですね募集して面接やって、でなるほど、あるいはゆうやの場合は今ミキサーやってます、ゆうやの場合は、はい、あのもともと番組を帰国でやってて、はい、でうちの まあ、スタッフ探しているところにうちのスタッフが彼いいよっていう、真面目で、はい、この大学生の中でもやっぱり真面目でちゃんとしてるのが彼だったんですよ。あ、なるほどね、はい、だって、はい、ありがとうございますそれでまあ引っ張ってきたっていう、はい、あとはゆきちゃんって田辺ゆきの場合は、はい、まあ、あっちから来て面接してっていう感じでやって、 あと宮里咲子もそうですね。咲子なんてひどいですからねまあうーんそうですね、はい、まあ、咲子はねあれ、まあ、突き抜けてる。そうそう、来てですね面接でもうラジオめっちゃ好きですって言って、もうすごい聞いてますって言って、はい、入るじゃないですか、はい、したらあのゴールデンアワーしか聞いたことがないんですよ、はい、何にもしかも特に別に毎日聞いてるわけでもないんですよなるほど、聞いたことがあるのがそれぐらい、はい、ああなるほど、ゴールデン、まあ、あ、もう、ま、もう本当にそう、もう今のエピソードはもうサッコっぽい。そうなんですよもう本当に、ね、はい、あの子はね、あの子すごいですよ、すパソコン得意ですって面接でめっちゃ言ってて、あ、そうなんですか、はい、やったらもう全然触れないです盛るね、盛る、あ、もう盛りますね。とりあえず入ったもの勝ちだと思ってましたって言ってましたから確信犯だそうそういるいる、たまにそんな子いるけど、うん、いや、あ、でもね
それがでもまた憎めないんですよ。そうそうそう、だから彼女の場合は面接した時にもうキャラでビクビクしてる割にはあれだったんですよ、なんていうんかな、変な適当さがあって態度がほらなんていうのかな、結構下から態度はでかくないじゃないですか、はい、あもうすいませんすいませんってやってるじゃないですか、はい、でもそう思ってないなみたいなとこがもうすぐ見えたんだあこれはもう採用だなと思ってそれで採用なんだなってなるんですね。なりましたね。もうやっぱその山内さんの感性がまた面白い。いやいや、もう やっぱり 個性的な人がいいですから、あこのラジオは。そうですね、うん、本当そう思いますね。ゆきちゃんも変わってましたよ。ゆきちゃんの今でこそこの格好が落ち着いてるじゃないですか、はい、もっと前すごかったんですよ、独特の。そうなんですか。民族っぽくて、へえ。一回、はい、駐車場で、まあ、社員のこの駐車場で、はい、あのゆきちゃんバッサリ髪切った時があって、はい、で僕それでゆきちゃんって気づかなくて、はい、変な格好した変な人がいるなと思っ て、はいはい、そしたら近づいてくるんですよ、はい、でなんか話しかけてくるんですよ、はい、うわと思って僕もう知らんパーして、はい、あっち行ったら山内さんって言うから、ゆきちゃんかっつって本気で逃げましたからね本当にやばい人と思って。そうなんだ、はい、あこれ忘れられない。じゃあもう全然今のこの格好素材はあもうかなり落ち着いた、落ち着いてきてますね。じゃあやっと彼女も大人になった。大人になりましたね、やばかったですよ。いいですね、うん、もう本当に、うん、でも本当になんかね、私も、まあ、ほらどうしてもこう 人、はい、人とで出会う仕事というか、うんうんうん、人、まあ、ちょっとあれ人を扱う仕事というか、はい、扱うとちょっと失礼ですけど、うんね、なので本当思います。人って、はい、なんか出っ張ってる人がおもろい、うん、おもろいですね。でもやっぱりなんか例えば多分ね、まあ、本当世代一緒ですからですけど、うん、私たちが子どもの頃ってやっぱ出っ張るのは出しゃばり、うん、そこまで評価もされなかったですよね。そうそう、周りからも大人からも、うん、やっぱなんか平均点取れみたいながね、うん、いいぐらいなみたいなね。そうそうそう、まあ、もちろん勉強が良ければそれはいいけど、うん、なんかそうおしゃべりが上手とか、うん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 、なんかねこう人を笑わすのが上手とかだと、そうそうそう、まあなんかいやもっと勉強頑張りなさいよとか、うんうん、あんたでもここダメよみたいな、うん、あのね、もっと長所をね、もうそうなんですよね、もうバーン生かせてやれよぐらいの、うん、ね、そんな時代、まあ、時代じゃなかったというか、なかったと思います ね今いいですよね。今いいですよね、うん、僕もだから昔は母親は公務員になれって言ってましたからね。本当に山内さん公務員？そう。デンジャラスなデンジャラスな香りがしますね。ねその公務員さん。適当にやりそうで怖いんですけど、なんかあんたはもうそれやりなさいと。だからそれがやっぱり一番良かったっていう時代ですから。多分僕らは。そうそうね。うん、だから今でも以上私たちも、ね、もちろん今に生きてますけどね。うん、そうなんかね、そういう風なね、今の本当こうちょなんかとんがってるというかね、うん、なんか出っ張ってる人いいですよ、うん、確かに来週ラジオに、ね、もうスタッフとかねラジオに出てくるいいですね。そうなんですよ。だからゆうやもねこれから多分彼はちょっとまだ隠してるので。本当ですよね、はい、自分もねまだね、うん、あのどのスイッチを押していいのかねそうそうそう、まだ手探りですけど。まだね飲んだことがないんですよ一緒に。あそうなんですね、うん、そうですね、あんまり飲めないんだよな。はい、あそうなんだ。はい、まあ、ほどほどにぐらいの。いやほどほどにもう届かないぐらい。あもう全然もうすぐない、ね、全然ダメですね。あそうなん、はい、私も今度はじゃ あの私飲まないから飲んでいいから帰りちゃんとウルマ市まで送るさいいですね。だからこういう実はこの職場のあれってこういう人とのこの出会いなんですよね、はい、うんうんうん、だから僕らはやっぱり上司でもあるので、はい、おい飲みに行くよって言って飲ますわけにはいかないんですよ。あ今の時代。なるほど、そうね、はい、パワハラ、ね、そうすぐハラハラ言われるじゃないですかでもやっぱりこのコミュニティってもういろんな世代がいるので、うん、その人たちが、はい、まあ中にはね涼慶さんみたいな人もいてが行くよみたいなこう熱い人とかと触れ合うわけですから、はい、その中でこの多分ね自分なりに成長していくと思うんですよ。うん、
だから逆にもうちょっとほっとこうかなっていうなるほどね、うん、なるほど。仕事のやり方はいろいろ言うけど、はい、そういうのは今ちょっとほっといてるんですよ。あなるほどなるほど。いいですね。だってね、はい、24歳、はい、もう本当ね、さっきも言いましたけどね、何でもできますよ、うん、もう24と私なんかもう本当お寺出て1年目でしたけど、もうなんかいろんなことしてましたよ。いろんなことしてそうですよね、はい、そうですね、結構いろんなこと、いいことも悪いこともしてそうです、はいはい、そうですね、はい、やっと最近大人になってきました、はい、家族の皆さんありがとうございます。亮慶さん本当ね、ちょっとね、あの面白い匂いがプンプンしてたんですよね。そうなんですか。いや私本当あれですよ、あの子供の時はもうなんか、うん、自分ではもう自信ないし、うーん、なんかもう周りも、うん、からもそんな、なんかなんていう、なんか頼られてるわけでもない、はいはい、って思ってて、うんうん、だから自分は全然取り得ないっていうか、うーん、あのなんかこう、うん、なんか人前とかは、うん、なんかこうダメなタイプと思ってて、うん、でもやっぱりお坊さんになって、うんうん、そっからですね。でもあの坊主ラップやった時にみんながあーって見てていったじゃないですか。すごかったよ、はい、人気ありがとうございます。本当にあの亮慶さん人気すごいんだからありがとうございます。いやもうあれ めっちゃもう必死ですよ。もうなんかすごいねって言われるね、すごい言われたんですけど、うん、なのともうやってる時はもう真っ白っていうか、緊張してるじゃん。めっちゃ緊張感はね伝わってきた。でもうほらね、ほ、まうん、ほ本職じゃないというか、うん、ね、まあ、それお経をあげたりするのは、うん、あれですけど、うん、お経をああいう形で披露するっていうのは、うんうん、やっぱもう完全に異色な、確かに、ね、面白かった。からもうとにかくこなさないとっていう感じで、はい、もう評価とかそのいい悪いとかはもうまだな い, 感覚。いやあれやりましょうよ、絶対先にねやった方が早い者勝ちですからね。まあそうですね、うん、確かに余計さんじゃないとできないと思います。ありがとうございます、はい、ぜひやってほしい、はい、その辺また、はいはい、もうカチンバさんとかとね、本当です、ね、相談してね、はい、進めたいと思いますが、はい、すみません、もうここで、ね、よく見たらコメントが来てました。もうありがとうございます、はい、大塚健二さん、え、一番くどくのない人がゲストさんなんですか。あ、山本さんのことですかね。何ですか、くどくのない、くどくのない、なんだろう。ありがとうございます、はい、それからうふミキサーさんをはじめスタッフさんのおかげだと思います。 ありがとうございます。そうですね、それから、まあ、大塚さん、大切と思う人は多い中、形にしてくれるのは山内氏ならではだと思います。やっと最後に褒めてくれました。ですね、はい、あと、さきさんのポテンシャル見習いたいです。いやー大塚さん、何ですかそれ。あのポテンシャルは、うん、あのめでるぐらいで見習わないと。本当ですよ。、はい、それからゆきさん、そんなことあったんですか。あ、やっぱさっきのその、うん、奇抜なファッションですかね。そうそうそう、採用された山内氏ナイスすぎ。あ、ナイス、本当ですよね、うん、あと、履歴書や杓子定規のスキルじゃないおって思うインスピレーションは本当だと思います。うん、そうですよね、そうそう、あの本当なんかなんていうんですかね、うん、やっぱり大人になるって、うんうんうん、私最近思うんですけど、うん、勘が磨かれる、はい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 、やっぱり経験がね、やっぱり20代の時と30代の時、そっか、経験値が積むから、で経験値って積むと、うんうんうん、あの還元される、やっぱ勘の部分と思うんですよ。やっぱなんかこの人おもろいとか、うんうんうん、なんかこれちょっと美味しそうな匂いがするよっていうのはやっぱり経験してこないと分かんないと思うんですよ。変な話ね、ほらもうほらもうミュージックシーンとか見てても、もう大物ミュージシャンはね、まあまあある程度もう、ね、予想できるじゃないですか、これがこの人当たるなとか、はいはいはい、今回の曲ちょっとあれやんとかっても、若手になったらもそもそもそのないから、どこで見極めるったらもう勘、そっか、それを勘でやっぱりね、あ、この子面白そうって本当にね、多分引っ張ってきたこの FM 技能1の山内ファミリー、うん、それはね、山内さんがもちろんね、一番の変態なので。いや僕はね、本当正直言って、はい、あのそれぶってる感じなんですよね。なんですかぶってるって。一応変態ぶってて、自作自演的な。そうです、本当はとっても真面目で、あれなんですよ。あ、そうなんですか。普段事務所とかではあんまりこう、はい、夕夜とかにもね、はい、そんなに喋ってないし。あ、そうですね。なんか別に変なこと言わないよね。はい、ぶってる。ぶってるというか、なんかちょっと放送ではね、あのオンオフがすごいでしょ。そうなんだ。はい、だからサッコとかが割と騒いではいるんですけど、はい、このな、
そう変なこと言われてるもんね。なんか無言が耐えられないなるほどね、はい、おっしゃってましたけど、はい、もう放送事故みたいな今なんか誰も喋ってないよぐらいのそうそうそう本当にそうですねなるほどなるほど。だから意外とね本当に本当の意味での変態度で言えば僕は結構浅いかなあなるほど、ね、はい、ゆうやくんとかも意外と俺はゆうやね、まだ眠ってる才能いっぱいあるよね。そうそう絶対ある。多分今気づいてないあれもあると思うんですよ。自分の中の能力というか、うん、変態さ加減はい、ね、はい、あとね、まあ、その大塚さんまたたくさんコメントいただいてますね。ゆうやさんとは飲みは行ったことないけどお弁当は一緒に食べた仲。そうなのそうそうそうなの。そうですね、そうそうそれから、おいしそうな匂い、住職経験されてるんでしょうね。いやもう涼介さんすごいですからね。まあまあ、うん、そう、なんかね、そういろんな、はい、特殊なことはね、うん、させていただいてますからね、ありがとうございます。それから、ゆうやさんそれ言っちゃダメってそうなんだ、ありがとうございます。もうたくさんお疲れさん、はい、ありがとうございま す、はい、ね、まあ、こんな感じで、坊主カフェね、今日は祝100回記念ということでですね、はい、FM ギノワン CEO のね山内さんをお招きしていろいろとお話しさせていただきますが、はい、まだまだ、後半も続きますのでね、はい、お願いします。じゃあここでですね、曲1曲またね、はい、紹介していただいて、それから CM まで挟みたいと思いますが、またじゃあ曲の、はい、ちょっと民族くくりで今日ちょっと行きたいなと思うんですが、はい、リープフォレストのパシフィークです。新婚旅行にタヒチに行ったんですよ。いいなぁ、よかったですか。最高でした。やっぱりいいなぁ。俺あれ南太平洋の文化、ポリネシア文化が大好きで、あの海洋博行っても海洋文化館に行くぐらい。ああすごいっすよ。そうそう、だから行ってみたいんですよ。タヒチすごい、ね、自分が一番嬉しい、なんか印象的だったのが、うん、タヒチってあの子供がね、例えば女の子生まれた、女の子生まれた、女の子、あ、じゃあ逆だ、男、男、じゃあ例えば男3人生まれるとしたら、三男を女の子として育てるんですよ。ええ、すごいね。だから、でもそれが社会で公認されてるから、普通に男の人なんですけど、もうその女性的な、もう話の仕方とか仕草とか、女性なんです。でも見た目は普通に男の人、ね、その性同一性障害とかじゃなくて、もうだからってこの子たちまたすごい重宝がられるんですよ。女の人だから心はすごいサービスが決まるけど、なるほどね、体は男だから力あるから、うん、何でもできるんだ。そうすごいな、欲しいな。レストランで食事しててそういう人が一人いたんですよ、うん、もうガー普通にもでもすごい細かいあのサービスしていいな。話に聞いたんですよ、その姉妹の時に、あ、この人かって見てたけど、本当もう歩き方とかは女性なんですよ、仕草とか。でも好きなのは女性なんですか。どっちなんですかね、ちょっとそこまでは。女性としてあれしてるか男になるのかな、性的対象ね、うん、面白いな。でもそれがそういうこのタヒチの文化、面白いというか、なんかすごいカルチャーショックし、いいな、デジ綺麗でした。綺麗でしたね。いいな、人もすごい、みんな、沖縄みたいな人懐っこくって。いいな、タヒチ行きたいな。ちょっとタヒチに行くのを目標にしてみようかな。いいですよ。タヒチと、あとね、なんだっけ、タヒチとフィジーだ。おとか、あの辺行きたいなと思って、いいですね。大してあれが良かったですよ、あの宿が水上バンガローって言って、海の上小屋、朝起きるじゃないですか、ベランダ来てどこ、いいな、高い、やっぱりな、高いって俺調べたんだよあ、でもまあ、新婚旅行なので憧れるな、あれは。一応ですからね、うん、そこは小金貯めて、
CM は行かないんですか。あ、CM 行きますね。そうです、そう、CM もう一個流さんといけないってね。はい。失礼です。失礼です。どっかでもう一回挟みます。100続けると、ちょっと見せてること、私がそれを見て、ちょっと一人でも、この中で、ガッツポーズ。ありがとうございます。今日ね、あれなんですよ、この、ダジャレが今日滑りまくってるんですよ、大塚さん。ね。そう大塚さん、ごめんなさい。大塚さんとは、あんまり行きたくはない。若いお姉ちゃんと行きたいです。こんなこと言うかダメなんだ。さっき注意されたんです。あ、そうなんですか。なんで今もなく CM 開けます。いいっすね。マイク上げます。はい、ということで、ね、今日は祝100回坊主カフェということで、ね、お送りをさせていただいておりますが、また大塚さんからねコメントいただきました。ありがとうございます。100続けること、見せてること、私が言うまでもないけど、それを見てカチッと思う人が一人でもいれば、心の中でガッツポーズ坊主でしょ。ガッツ坊主。ガッツポーズ。ガッツポーズとガッツ坊主と。うまい。じゃあ。いいこと言ってたのに。うん、ありがとうございます。前半は。いいですね、大塚さん。なんか今日は今朝から滑りまくっているという、ね。そうなんですよ。ね、今日ダジャレがね、調子悪いんですよ、ね。まあそんな日もありますよ。ありますよね。いいんですよ。うん、このね、やりきることが大事です。滑ろうが何しようがね。本当ですよね。はい。もうね、私も本当にもうね、今回のこの神宮寺祭りというのはね、第10回なんですけど。おお、すごい。もうね、はい、もう。すごいな。紆余曲折、はい、右往左往みたいなね。でも10回続けられたらすごいですね。そうですね、やっぱり10年、うん、はい、もう続けさせていただいて、うん、やっぱりね、やりきるとかやり続ける、はい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 、もうね、人の評価もやっぱ大事ですけど、うん、やっぱり一番はね、自分がどうしたいのかとかです、ね、どういうふうにありたいのかっていうね、うん、ところじゃないですか、うん、まあね、ちょっとね、そこからね、またちょっとお話広げさせていただくんですけど、はい、ね、もうこの FM 宜野湾 ね、はいはいはい、ね、もうね、3年ということですが、はい、ね、今後、はい、こうどんなふうにこのFM 宜野湾さんをね、していきたいなというのは、山内さん、どんなふうに考えてらっしゃいます？はいはい、実は今、社協さんが宜野湾市の番組持ってて、はいはい、それきっかけでどんどん変わってきたことがですね、はい、あって、はい、まあ、一応、高座にいる時からなんとなく思ってたことなんですけど、はい、やっぱりコミュニティラジオのこの今からの役割というか可能性というか、はい、そういったので地域づくりも共にこう何かしらやっていく、その一つのこのピースではないですけど、はい、それにならないとコミュニティはいけないなと思ってて、はい、いけないではないけど、なった方がいいっていう、はい、よりというのも、やっぱり情報が集積されてそれを発信できて、はい、という機能がやっぱりラジオあるので、うん、ありますね、それは地域づくりにおいてすごいいい働きをするんじゃないかなと。だからまあ地域づくりってすごい曖昧ですけど、それがどんな、まあ、住民が望む形になっていくのが地域づくりだと思うんですけど、はい、その形どんな形であれそこに入れるはずなっていうのがあるので、うんうん、はい、そういった、まあ、抽象的なんですけど、そういったことを担えるようなこのラジオにしていきたいですね。だからどん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 もう本当に地域の人たちが気軽に来て、はい、ユンタクして、はい、楽しんで帰っていくみたいな。おー、だからもっと言えばそれを聞いてくれる人がもっと楽しめるようにしつつみたいな、うん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 、だから坊主カフェはもう出来上がってる番組でとっても面白いじゃないですか。だからそんな風な番組をどんどん増やしたいんですよ。でもやってるのは別に喋りのプロではないじゃないですか、はい、両家さんとっても上手なんですけど、はい、声もいいし、本当にすごいいいとは思うんですけど、はい、喋りに関して別に勉強したわけじゃないしっていう、そうですね、はい、でもそういった人たちの
なんていうんですかね、ポテンシャル、さっきおっしゃってたポテンシャルを、はい、やっぱりここで広げられるとか、はい、そういったことをどんどんこの地域の人たちを巻き込んでやっていければ、そういう地域づくりの一助になれるんじゃないかなと思ってるんですよ。だからやっぱりどん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 この地域の人たちに知ってもらって、はい、使ってもらって、で逆に僕らも能動的に働きかけて、うん、そういう地域の会議とかに参加したりして、はい、何かしらこう今具体は本当に出てないんですけど、その地域づくりに役立てられる曲にしたいなと思ってます、はい、なるほど。確かにそうですね。私も、うん、FM ギノワンさんに本当にこうやってお世話になって、うん、あのなんかそれまでラジオとか、うん、まあまあラジオは、うん、まあ、テレビとかもですけど、なんかこう、まあ、一部の人というか、うん、もうそれを職業にしてる人とかね、うん、そういう人たち、まあのみではないですけど、うん、ほぼまあ普通の人だったら本当単発でゲストとか、ね、うん、そういうのあっても、うん、こうやってもうね、もうあのレギュラーとかね、うん、もう番組もつってね、うん、こうな思いもしなかったんですけど、はいはいはい、やっぱりそれはね、あのミニ FM、 古典地域の FM だと、うん、あの結構可能というか、そうなんですよね、うん、あの全然挑戦して、うん、あの成功する人たくさんいらっしゃると思いますね。だからやっぱりこの100回今続けて来られたじゃないですか、はい、その続けるってやっぱり大事なんですよね、うん、やっぱりいろんな事情で結構毎週って大変じゃないですか。大変ですね、正直言って、はい、だから陽慶さん本当にね、ずっと続けてるのがすごいなと思ってて、あのそういったのが大事になってくるんですよね。だから本当にこう僕らも続けたいですし、はい、番組にいる人たち、今持ってる方々も続けられるようなやっぱ環境も作っていきながら、はい、モチベーションがをどう上げるかとかですね、そういったのをやっぱりね細かく考えながらやっていきたいなとは思ってますけどね。なるほど、はい、なるほど、はい、分かりました。本当じゃあこう地域に根ざした根ざしたいですね。まだまだなんで、はい、やっぱりこの神宮寺ぐらいに根ざしたい。神宮寺、今年で559年になりますので、はい、あと500年頑張れば大丈夫と思います。いややばいな、そうすごいんだよね。何代目でしたっけ。123代目。すごいよね。はい、本当に、うん、おかげさまでもう、はい、すごい長いではあります。ありがとうございます。5世紀ですからね。すごい。そうですね、うん、もう大変なことになっております。大変です、はいはい、ね、ここでねちょっとまたね、ちょっと一回あの CM を挟んでね、はい、またお話ししたいと思います。どうぞ、はい、500年はすごいな。そうですね、やっと最近自分家の凄さに気がついた。うちすごいかも。そうやって言ったらね、子供の時やっぱり感覚まだ時間の感覚を遠かったというか、大人になって、ね、500年なんですって言って悪い人が来るって、うん、自分でもね、そっか、うん、自分でもあれじゃないですか、続けていくことの大変さが分かるからじゃないですか。そうですね、それはね、500年も続けるありえないですよ。潰れてしまったお寺もね、沖縄にもたくさんありますから、うん、はい、はい、ね、今日は祝100回坊主カフェということでね、ゲストに、FM ギノワン CEO のね、はい、山内さんをお迎えしておりますが、楽しかったな、はい、もうあっという間にもう本当にもう CM をやるの忘れるぐらい危ない危ない危ない。まだまだ100回ですけど、まだまだひよっこでありますが、もうね、もう本当今回、はい、あのゲストをもう快諾していただいて、ありがとうございます。いえいえ、もうありがたいですよ、逆に。もうこんな感じで、ね、坊主カフェ、うん、まあ、もう100回来たんで、次やっぱ200回、500回ね、目指して、ね、はい、ぜひ頑張っていきたいと思いますんで、はい、もうぜひこれからも。僕らがつぶれるまでやってください。いやいや、もう、あ、大丈夫、もう潰れそうになったら、ゆうやが、そうですね、あの頃には社長なんで、作ってくれると思うので、もう軽くね、はい、おい、近所出ろみたいな。はいはい、はい。へへへ、そうですね。名前気になってそれも嬉しいですよね。嬉しいですよ、やっぱり若い子が、うん、自分ら追い越してくれるって、うん、なんだろう、
なんかこう M じゃないですけど、うん、踏まれてね、そうそう嬉しいですよね。なんかもうそういうのってちょっとおっさんになってきましたよね。だから嬉しがるんだなと思って。多分これ30代とかだったらいやいやそれは、うん、そう若いのには負けんよみたいになっても、ね、うん、そろそろ踏まれたいぐらいになってきましたね。そう本当に。僕らがやっぱ考え及びつかないところにポンってやれるっていうのは若い人だと思うので、ねね、ぜひぜひもうそんな感じで皆さんもね、今日は100回ですけれどね、ぜひぜひ、もうまた来週も101回もありますので、ぜひ皆さんねお聞きください。もう大塚さんもすみません、もう今日たくさんコメントいただいてありがとうございます。はい、はい、ということで今日はゲストにね、FM ギドマン CEO の山内さんをお招きしました。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、では皆さんさようなら。さようなら。平気でディスるのは。